じゃあこんにちは、豊高さん。はい、まあ、長いようで短かった高校生の夏が終わりましたね。まあ、あっという間だな。はい、始まってしまうとあっという間でしたね。まあでもいろんな感動があってね、はい、楽しませてもらったというか、青春の1ページとして、まあ、いい思い出ができたんだろうなっていうふうには思うと、ちょっとホッとするし、はい、苦い思い出もね、同時に作った人もいるかもわからないけども、そうですね、でも将来的に言えば、それがね、盾となって今の自分を築いてるっていう風に言えるようにね、はい、まあ、頑張ってほしいなと思うけどな。そうですよね、はい、あの豊さんの動画でも、はい、あの過去2回にわたって高校野球のこういった時代の選手いるよ、注目の選手いるよっていうのを、はい、ピックアップしてあの、ね、お届けしてきたんですけれども、今日は中でも豊さんが直接指導してみたいなと思わせた選手 4名を、はい、挙げていただきたいと思います。まあ、それだけ魅力を感じたっていうことなんだけどまあそういうことですよね、高校生ですけど、まあ、そうだな、うん、まず最初に、はい、これはまあ順不同だけども、はいはい、双日の宇野、はい、これ1回目の動画で確か出してますよね、うん、あのショートの子ね、はい、この子はやっぱ守備もそうだけど、まあ、バッティングを含めてちょっと総合的に見てみたいという、はい、やっぱりいいセンスしてるし、はい、ちょっと荒削りだけどもちょっと直せば早いだろうなっていうふうに手応えを感じてる。守備の部分で言えば、うん、ちょっともう少し丁寧さが欲しい、うん、っていうのはやっぱここで取れるところもう1個、うん、こっちで取った方がずっと取り続けてた方がもっと上手くなるよっていうところが目立つんだよ、うん、はい、動きを出し惜しみしてるようなところが。そのためにはどんな練習していくと。いやもうしつこくマンツーマンで徹底してやることだよ、はい、ここで取れここで取れっていうのを教えていくってことですよね。そう、うん、楽をさせない。うん、今ちょっとねセンスがいいから楽してるところ高校生なんですけどね。そうそうそう、うん、いやそれはもう分かる、見てたら。なるほど。いやここまで入り込んだらいいのに、うん、より確実なのに、うん、ここでも取れるっしょみたいなところがちょっと見れるんだよね、はい、それがねバッティングにも通じてるんだよ。はい、いやいやもう少し我慢してきつい打ち方したらもっとバットのヘッドに引っかかって、うん、鋭い打球が飛ぶのに、はい、だからちょっとそこら辺が淡白になってる。今どういうバッティングだから楽に打てるんだよ多分彼は。ある程度センスがあるから。センスがあるから。だからここを楽しないようにしてやるともっと伸びる。うん、そしたら打ち方を覚えていく。あこうすればいい。でも豊さん的にはすごくいいなと思ったもの、例えば、まあ、今は改善した方がいいところですけど、で守備でいうとどこが光ったんですか。センスだよ。それは見たら分かるよ。それはさ違うそれはね、歩き方見てたってセンスを感じるよね、うん、多分、うん、それと一緒だよ。この人は歩き方にセンスがあるなんて分からない。あ分かる。あモデルさんかな。例えばパッと座った時に、うん、お辞儀の仕方で、あこの子はちょっと洗練されてるなって思う時あるでしょ、うん、もうその見方と一緒だよ野球でも。そうなんだ。この子はやっぱりこう良くなるっていう、うんうん、それはバッティングでも守備でもそう。守備でもそうなんだ。でもそれからプラスアルファ、まあ、走塁とか、はい、盗塁とか、うん、まあ、そういうこともいいんだろうなっていうふうに思うね。なるほど、はい。これ今現役の選手でいうと誰タイプに似てるんですか。まあ、守備バッティングそれぞれ違ってもいいですし、総合して現役だとこの選手に似てるかな、タイプ的にっていうのはありますか。山田哲人のいい時だな。あヤクルトも、のような感じになれる。じゃあトリプルスリーもいけるような感じのセンスもある。またそこまでパンチ力があるかどうかっていうのはわからないけども、うん、はい、やっぱそのぐらいのセンスは持ち合わせてるということ。楽しなかったらな、うんうん、楽しなかったらそのぐらいのクラスと肩を並べてもおかしくないような、うん、まあ、センスは持ち合わせてるかなという感じがする。なるほど。あとスタッフの方個人的に言うと高校時代の浅村選手、大阪桐蔭みたいな感じに見えたそうなんですけど、浅村はね、うん、まだ荒削りだったんだよ。ちょっと宇野はちょっとまとまりかけてるな。だからそれを一回ぶっ放して、はい、いやもっとできるから来いみたいな。限界突破させた方がいいんですね。そうそうそう、はい、今ね、こう本当にね、もう隙がないんだよ、はい、隙がなくやろうとしてる、うん、やっぱそれがセンスなんだろうけどさ、うん、浅村はもっとね、荒削りだった、だから伸びしろをものすごく感じた。ああ、そういうことか。そうそう、だから宇野はもう一回取っ払った方がいい、荒削りにして、うん、もう一度一から作り直していくっていう、組み立てをしていくという、
今甲子園に出るために、ね、組み立てられたもんだけども、うん、今度はプロに行って活躍できるだけのものを作り上げていかなきゃいけないから、うん、一回バラした方がいいような感じがするね。これ12チームだとどこの球団が欲しがるような選手ですかね。 DeNA とかいいけどな。DeNA か、バッティングも良くて、うん、いい見本がいるから、バッティングは守備の見本はおらんけど。いや、はっきり言っていないよ。守備の見本なんかおらんよ。それは石井拓郎がまだ守った方がまだうまいと思う。今はただバッティングは本当にね、いい先輩方がいっぱいいるよね。いやいや、本当にバッティングはね、本当にあの長けてる人が多いから。そうですよ、ね、それはもう参考になる。ただね、守備がガタガタにならないといいですね。いやいや、そこら辺はもう大丈夫だよ。大丈夫ですかね、コーチとのセンスのあり方で。そうそう、まあ、1人目は早実の宇野選手、はい、2人目は渦潮、はい、鳴門、うんうん、岡田、はい、これピッチャーなんだけど、ピッチャー、まあ、言っとくと育てらんないよ。ですよね、ピッチャーだけど、バッターとして育ててみたい。え、え、変えるんですね。高校まででいいだろ、ピッチャーは。そう、バッティングの方がいいと思うわ、俺は。二刀流するほどのことはないと思う。うん、バッティングのセンスはいいと思う。どういうバッティングのセンスの持ち主なんですか。膝とかが柔らかい、まあ、ピッチャーやってるから構わかんないけど、うん、この拾い方がうまかったな、はい、拾ってセンター前に打ったヒットがあるんだけど、あれを見た時に、あ、この子はやっぱセンスあるなと思ったな。ピッチャーで行くよりもバッターで行った方が対戦するんじゃないかっていう。いや、ピッチャーが見たら、ピッチャー、いやーピッチャーでしょって喧嘩になるぐらいかもわからんけど、うん、いや、俺は野手でバッターとして育てても面白いと、うん、じゃあさらにバッターとして上に行くためにはどういうことを豊さんは知りたいですか。数打席しか見てないからどうですかっていう具体的なことは言えないけど、やっぱまずはフリーバッティングとかいろんなこなしを見て、うん、あ、どこが足りないのかっていうところも見たいし、うん、あ、どこが素晴らしい、抜けてるなっていうところももう一度再確認をしたいし、うん、だからそっからだよね。将来的には何番打つようなタイプですか。3番とか打てると。おお、どこのチームかわからんねん。そうですね、チームによって、まあ、メジャーによってお前3番ってそりゃ言えんやろ。確かにそう。いや、だけどバッティングは確かな希望さを持ってる。今でいますか、似てるタイプの選手。秋山タイプになれるんじゃないかなっていう気がする。広角にどこでも打てるという、はい、それと拾うこともできるし、うん、まあ、引っ掛けることもできるという、うん、まあ、そういうバッティングにはなってくると思うけど、まあ、いいものがあるな。楽しみですけれどもね。大学進学しそうですかね。まあ、大学行ってもいいよね、うん、やっぱり行くとしたらピッチャーか野手かで、プロの場合だったら、はい、まあ、悩むと思うけども、うん、大学だったらもうそれ自分の意思で何をやりたいのかっていうのははっきり持って進学できるから、はい、まあ、そこら辺で培ってもいいかもわかんないね。そうですね、うん、さあ3人目です。ほら、関東一高の高橋、はいはい、これはやっぱバッターとして魅力はあるな。だから、まあ、それに伴って守備も鍛えていかないかんと思うけども、はい、そのバッターとして のあのパンチ力と、もともと持ってるパワーとね、はい、それプラスやっぱこうセンスだよな、うん、だから、まあ、そこら辺をどこまで伸びるのか、うん、ちょっとやってみたいよね。豊さんがもし直接アドバイスできるとすると、まずね、どういうスイングができるのかとか、うん、そのどういうスイングが合ってるのかとか、うん、形が崩れないように作り上げていく、ね、はい、言えばオースティンタイプだよ。おいすごい。いや、オースティンっていうのは軸が全く動かずに、もう上体の力というか、うん、まあ、下半身も連動してるんだけど、ああいう感じで打てるというか、はい、今のままで言えば石川昂弥に似てるんだよ。うん、中日の、へえ、うん、だけどこれを磨いていくとオースティンに化けるという。どっちにしてもすごいバッター。いや、すごいバッターになる、はい、だからそのぐらいのものはもうすごく感じてるしね、はい、どうですか、プロにすぐ行った方がいいのか、それとも例えば大学行ってからいろんなことを学んでからでも遅くないのか、どっちなんですかね。まあ、俺がいたらプロに来なさい。やっぱ欲しい、預けてくれるんだったらね。あ、そうなんですね。いや、それぐらいやっぱり魅力を感じるよ、この子には。そうなんですね。何かプロに来たら一つね、記録だったりとかタイトルだったりとかもう十分狙っていけそうな、まあ、そこまで育つと思う、うん、どこのチーム欲しがりそうですか。そうなると DeNA でもいいよな、宮崎の後釜でも。あ、そうか、サード、そうですね、後釜でもいいし、うん、まあ、坂本の後釜でジャイアンツでもいいし、
ね、あ、まあ、関東一コーチとオコエ選手が、ね、いるので。そうそうそうか、そうか、中央だし、監督が監督が楽しみですね。この子はやっぱプロに入ってきてちゃんと育ったらプロの顔になれるような子だよ。そうなんですね、うん、じゃあ今、まあ、まあその総実の宇野もね、宇野くんもそういうような要素は持ち合わせて楽しみですね、うん、さあ最後4人目です。大社の藤原、はい、はい、藤原選手、もうバッティングとか何とかいい、はい、もう守備と走塁のスペシャリスト。いや、これはね、俺はスペシャリストになれるだけの走塁に対してのセンスと足は持ち合わせてる、うん、はい、でね、足が速くてもやっぱダメなやつっているんだよ、うん、大概がダメなんだけど、はい、足が特別なやつって、うん、まあ、五十幡とかまだいいけどね、うん、だけどまだ物足りない、うん、だからこれを完成として育ててみたいよね、完成品として。まだまだ伸びしろがあるんですね、こうか。めちゃくちゃこの子はあると思う、はい、大体が教えられてないと思う。例えば豊さんはその走塁のスペシャリストはどういうことを藤原選手に教えて。いや、それはもうピッチャーの見方から、うん、スタートの仕方、うん、走塁だったら判断の仕方だとかさ、はい、でもそういうのが計算されて、うん、二刀三刀本刀まで、はい、それはもうできるぐらいの選手に育つと思う。今いるタイプだと誰タイプですか。だからシュートタイプだよね。やっぱ足も速いしね、はい、で、まあ、バッティングはやっぱシュート伸びたから、うん、あれだけども、あのぐらいバッティング伸びるっていうことを考えると、うん、本当にいい一番になると。そうですね、どこかのチームの一番にピタッと藤原選手あんまりそうですよね。で、右バッターなんだよ。あ、はい、多分ね、スイッチやってみないかっていうバカなやつが多分いると思うコーチで絶対いるんだよ、はい、でそれはやめとけ藤原それは何でですか。それは右で打てないのは左で打てないから、その練習量を誇るんだったら、うん、右でその分練習した方がいい。そっちの方が早いですね。その方が絶対早いから。そうですよね、いるんですね、そういうコーチも。いや、いると思うよ。そう、あいつは仕事不潔だからみたいな左にした方がいいんじゃないかバカ豊さんだったら絶対反対絶対しない、絶対しない。だって右の方が今貴重になってるね、バッター。そうですよね、そうそうそう、あんまりねそういうことは考えないで、その分右で練習した方がいい、うんうんうん、DNA とかね、足欲しいんじゃないですか。そうしたら梶原が育ってきてるから梶原でいいよ。そっか、梶原もいい選手だからね。ね、そうですよね、打つし走るし、まあ、中日なんかいいけどな。お、いや、バンデリンで広いところで彼の足が使えると、はい、いや、いいと思う。そうですね、楽しみですもんね。まあね、今回甲子園でもいいけどな。ああ、阪神、うん、また魅力のある選手が一人入ってくることになりますね。左の足への速い子はいるんだけど、うん、右で打てて足の速い子っていうのは阪神にはなかなかいないんだよね、はい、いいかもわからんね。そうですね、まあね、高校野球甲子園はもう終わってしまいましたけれども、はい、ね、こういった選手たち、ね、優勝をしていない高校からもこういった素晴らしい選手たちが、いや、いっぱいおると思うよ。うん、いっぱいセンスがね、いい選手がたくさんいると思うけど、はい、彼は目立ったからね、豊さんの目に止まったわけですね。そうそう、止まったよ。でもそれっていうのはやっぱりな、ダイヤの原石を持ってる子たちだと思うので、ね、あの進学、ね、どこに行かれるのか進路楽しみですし、また来年の甲子園での高校野球でも、はい、豊さんの目に止まった選手、ね、来年出てきたら、また先の話やな、また1年後ということはね、1年先までまず YouTube やってないと、健康でやってないといけないわけですし、そうそうだそうですよね。ね、なんかそういった楽しみな選手たちが今年も出てきました。まあ、チャンネル登録してくれないとな、励みになんない。そうですね、あので、高校多分球児の皆さんも見てくださってると思うので、ぜひあのね、チャンネル登録しといて、チャンネル登録していただければ嬉しいです。はい、はい。